あ、こんにちは、中西です。まあ、日経平均株価、膠着感が強い展開が、まあ、今週続いていますね。来週28日、アメリカでですね、トランプ大統領が上下両院合同のミーティングでですね、まあ、施政方針演説をすると。まあ、通常、まあ、一般的には一般教書の演説と言われるものですけれども、まあ、初の施政方針演説を行うと、その中身を確認したいと、まあ、そういうような様子見気分が、ニューヨーク市場も強いし、まあ、東京株式市場もまあ強いのではないかと、まあ、そういう中でですね、株価の動きを見ておりますと、今日は某新聞が一面トップで書いていたヤマトホールディングス、内容的にはですね、労働組合が荷物が多すぎて困ると、そういう内容で、私は決していい材料じゃなかった、通常月だったら一面トップに来るような話ではないんじゃないかと思って読んでいたわけですが、株式市場の方では、その組合からの要求を、まあ、交換するような形で株価が、まあ、急騰と、まあ、業績が下方修正して悪材料出尽くしでの今日の一面の、まあ、某新聞のニュースだったんじゃないかと、まあ、そういう中で要するに、まあ、材料に飢えていると、そういうのが今の相場環境ではないかと思います。私はですね、中古型株もすればいいんですけれども、このヤマトホールディングスの、まあ、話に連想いたしまして、宅急便というのはヤマト、佐川急便、日本郵便の3社で実質市場が、まあ、寡占化されている。日本郵便にとってもこれはいい話であると。日本郵便の親会社は日本郵政ということになるわけです。日本郵政グループ、来年度も株式を市場で売却すると思われますけれども、日本郵便のプラス材料、まあ、これは政府にとってもまあありがたい話と。まあ、そんな意味で、日本郵政、まあ、日本郵政グループですね。まあ、これに注目したいと思います。